はい、皆さんこんにちは、パンサー450でございます。今週ね、皆様に紹介するペダルはね、こちらでございますね。フリーザトーンさんのインテグレーテッドゲートね、ノイズリダクションとノイズゲートが一緒になってるタイプなんですけども、こちらをね、皆様に紹介しようと思います。というのもね、まあ今布袋寅泰ファン、ギタリストの方なら今一番気になっているであろうね、ノイズゲートなんですが、こちらはね、前に紹介しました G ステージにね、ノイズゲートが入ってましたけども、まあ使ってみればね、効果が素晴らしくて、布袋さんがね、すごいね、絶賛するのもよくわかりますので、まあ、このね、ノイズゲートが非常にいいのはよくわかってるんですが、だったらね、ノイズゲート購入すればいいじゃんってなるんですが、これね、お値段ね、まあ、フリザトーンさん高いんですけども、2万7000円するんですよね。だからね、さすがにね、僕もね、2万7000円出して買えないなと思ったので、これお借りしました。これの所有者はね、栃木の布袋アニアンのね、所有物なんですけども、アニアンにね、無理言ってね、今回お借りしております。でね、これも紹介するんですが、実はね、もう一個ね、皆様に紹介したいノイズゲートがあります。それがね、こちらでございます。ローウィンのノイズゲートね。これはね、ICS のね、ノリクさんが前に紹介しましたけども、僕もね、実は買いました。なぜなら、安いから。これは3800円前後で買えるんですよね。ところがこのフリーザトーンさんは2万7000円しますんで、同じノイズゲートでね、片や2万7000円前後、こっちは3800円前後。そのノイズゲートの効果にね、どんな差が出るのかっていうことをね、実は今日検証していこうと思いますので、まあこの動画を見ていただけるとね、ノイズゲートの良さとか、やっぱりこう2万7000のね、こうフリーザトーンのね、ノイズゲートがいいなと思うのか、いや3800円のノイズゲートでいいじゃんと思うのかはね、その結果はね、この動画を見てみたらね、どちらがいいかっていうのはわかると思いますので、このノイズゲートに興味ある方は、今週もどうぞ最後までお付き合いください。それでは順番にね、ノイズゲートの効果をね、試していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、それでは順番にね、ノイズゲートの効果を試していきたいと思うんですけども、まずはフリーザトーンさんのノイズゲートを使いたいと思います。フリーザトーンさんのやつは、ノイズリダクションもついているんですけども、今回は布袋さんと同じ仕様ということで、ノイズゲートを選んでおります。で、ヒズイペダルはですね、これがフリードマンのコピーモデルなんですが、このね、ペダルがめちゃくちゃ歪むので、とてもね、ノイズが逆に出るから分かりやすいかなと思って、わざとハイゲインな、ね、歪みが出るフリードマンのコピーを使っております。で、ギターは固定モデルではなく、まあ、あれはね、EMG なので、ローインピーダンスに落ちてしまうので、わざとゼマティスを使ってですね、ハイインピーダンスね、ノイズが出やすいギターを使って検証していこうと思います。まずね、ノンエフェクトの状態だとこんなサウンドです。ノイズも何もないですね。それでは、エフェクトオンしてみます。ジーってノイズ出てますね。これを、ノイズゲート押すと、スレッショルドを回していくとですね、ここでノイズ消えましたね。これ回し切ってしまうと音が何も出ないので、これギリギリのとこがね、これは G ステージと同じですね。こんな感じでちょっと弾いてみましょう。うん、バッチリノイズが消えますね。なんかこういう、なんちゅうでしょう、歪みのね、ペダルの後にね、そう、前にスライドの効果変わるんですが、まあ、布袋さんと同じ仕様ところでわざと歪みの後にね、ノイズゲートを繋いでますけども、ほんとね、効果てきめん。ちゃんとこう、音を切ったらちゃんとノイズを除去してくれる。これがなかったら、切ってもずっとノイズが、ブン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 言ってますんで、この歪みのね、ギターサウンドにもノイズゲートはとてもね、効果てきめんだと思います。じゃあこれと同じことをね、ローウィンの3800円のノイズゲートを使ったらどうなるか、ちょっとやってみましょうか。はい、続きまして、ローウィンのノイズゲートを繋いでみました。エフェクトをね、こっちの歪みのペダルオンにします。ノイズ出てきましたね。こっちオンにしてみます。これソフトとハードと選べるんですが、ハードを選んでおります。スレッショルドを回していくと、あ、この位置で消えましたね。あ、ちょっと微妙かな。もうちょっと回しましょうか。あ、バッチリノイズゲートのね、役割をね、3800円だけど、してますね。これもちょっと同じように弾いてみますね。
3800円のローインでもちゃんとね、音がね、切れるので、さすがにフリーザトーンさんとローインとね、サウンド聞き比べやってもわかんないレベルだと僕は思うので、これソフトとハードを選べるんですが、ソフトを選ぶと、はい、これソフトの方はノイズリダクションっぽいね。なんかこう、減衰の仕方がなんかふわーっとする感じなので、ノイズゲートとして使うんだったら、これハードで選んだら、バツッと消える感じか。これどうやらなんか世界で有名なノイズゲートのコピーモデルなので、うん、全然僕はね、3800円でも全然使えるノイズゲートだと思います。続きまして今度はね、クリアサウンドで使ってみたいと思います。はい、続いてクリアサウンドで、試してみたいと思うんですけども、まずはね、ローインの、ノイズゲートなんですが、ギターはね、ストラト、ノイズが出やすいストラトにわざと変えてみました。それでは行ってみましょうか。まずは、ノイズゲートなしだと、全然普通ですね。で、これを、ノイズゲートを、まずはソフトの方ね、ソフトの方をオンにしてみます。このなんか音のなんか減衰の仕方がすごい違和感あるね、やっぱね。うん、なんかこうカーブの仕方がものすごいぎこちないね、やっぱね。まあ、これは3800円とか仕方ないとかね。今度ハードにしてみますね、ハードね。一気にこうなんかこう音量をカットするみたいな、ちょっとダイナミックさがちょっとなくなるから、ちょっと iPhone だと分かりづらいね。もう最後でこう消えるのか消えないのかっていう微妙な、なんか境をうねってなるっていうのがこのローインの3800円ので。まあクリアサウンドに使うのはちょっと厳しいのがこのローウィンかなという気がします。それではフリーザトーンのノイズゲートを使ってみたいと思います。はい、それではフリーザトーンさんのノイズゲートといって、今つないで鳴らしたらね、全然音いい。やっぱりローウィンだとどうしてもクリアがこもるじゃないけども、やっぱ音質が変わるね。フリーザトーンさんはやっぱなんて言うんですか、低ノイズ高音質を売りにしているので、やっぱね、比べたら3800円と2万7000円比べたら申し訳ないんですけど、音は全然やっぱね、このフリーザトーンさんとかいいです。あとは効果ですね。あ、バチって切る感じですね。これ一応ノイズリダクションいってみましょうか。やっぱこっちの方がなんか安定してますね。もうちょっと下げてみようか。なるほどなるほど。やっぱ音質的にも全然フリーザトーンさんの上だし、これはどうしても極端にね、こう最後ね、減衰していくけどね、フリーザトーンさんまだそういうのは自然ですね。やっぱこの G ステージにもやっぱこうノイズゲートとノイズリダクション両方あったらよかったのにね。はい。そんな感じでしょうか、検証は。はい、皆様いかがだったでしょうか。今回もね、短い検証動画でしたけども、2台の差、サウンドの差はね、伝わったでしょうか。これ最後はね、僕のね、まとめなんですけども、2台使ってみて分かるね、そのいいとこ悪いとこみたいなところを皆様に紹介しようと思います。はい、まずはフリーザトーンさんのノイズゲートなんですけども、やっぱりね、フリーザトーンさんは低ノイズ、高音質を歌っているだけあってね、ノイズゲートって言ったらね、やっぱこう音のね、ダイナミックさがなくなるってよく言われますけども、それを感じさせることがないね、ノイズゲートがこちらだと思います。しかもね、機能的な面はね、もう言うことなしですよね。まずはなんて言ったって右でね、ミリを繋いで制御できるんで、そこが売りだし、ね、ノイズゲート、ノイズリダクション、2パターンついてますしね。あとはこう、インピーダンスね、ハイインピーダンス、ローインピーダンスでこう、使い分けれるっていうところが一番ね、素晴らしいところだと思います。まあ、2万7000円しても仕方ないのかなっていうところがフリーザトーンさんでございます。そしてこちらがね、3800円のローインなんですが、僕ね、
歪みね、歪みで使うだけだったらね、別にね、このローインのね、ノイズゲートでも十分使えると思うので、そうですね、皆様で、ね、ノイズゲートを一度ね、試してみたいっていう方はね、3800円ですから、一度ね、3800円だったらね、別に、まあ、買ってもこう、後悔はしないと思いますので、2万7000のノイズゲートを買いにくいなと思うのであれば、全然ね、3800円のこのね、ノイズゲートでも十分使えると思います。ただし、クリアサウンドね、まあ、これさっき動画で紹介しましたけど、クリアーサウンドで使うのにはちょっとね、今度はな、最後のね、こう、どうしてもね、音質が劣ると言いましょうか、こうダイナミックさに欠けるので、歪めで使う分にはいいと思いますけども、クリアーサウンドはちょっと使えない。しかもミリがないので、これがこう、かけっぱなしにはいけない。ほんと、歪みペダルのとこだけにこう使う、ノイズゲートだったら全然3800円でも OK だと思います。これはね、ミリで制御できますんで、全部かけっぱなしでもいいと思いますし、これもね、ギターの先頭につなぐ、後ろにつなぐでね、効果はだいぶ変わりますけども、布袋さんと同じように使うんだったら、歪みの後なんで、そうやって使えばね、ギターソロだけかな、裏に使えれば、ね、一番効果的面でいいと思いますね。まあ、別にクリアで使ったらダメってことないんですけども、まあ、いろんなね、音楽、いろんなサウンドで使えるのがこちらのノイズゲートだと思います。はい、今日は以上、そんなとこでしょうか。それではまた来週、パンサー450でございました。